え、あのアピールわざとして名高い魔人剣だか、お、ツッコミ待ちか、それはツッコんでほしいのか、え、問題ない。知らんな。なんのことかさっぱり。ああ、どうない。ここでカービィちゃんとは地味に厄介な相手だったぜ。ジャンプが遅すぎて一旦始まると止まらないのよね。よっしゃー、残念遅いです。そっからの転倒横島が痛すぎる。ほぼうんとはいえ決まると高いぜ。とても辛い。加えてそのバーバリーに上島合わせられていく。2回ラッキースマッシュ食らったようなもんなんだけど。レイジとだけでここがポイントだぜ。もうここは攻めて流れを変えに行くわ。ガラキだ。最後に笑うのは俺だ。そんなことはお見通しなんだよな。魔人剣大主題かかと斬り最速風神剣デビルウィン。よっしゃー！ 40% で死んだんだが、まあそこまでしなくても普通に横島で死んでた気はする。魔人剣、まあカービィちゃんは横 B でも横島確定するけどさ、細い人型にも安定して横島が切り抜けるのは強いわよ。はい、着地して。そこは下まで判定伸びててもいいんじゃないの。カービィちゃんに対する配慮だろうな。っていうかその技ダメージでかすぎだろ。地獄もファースト技としても十分強いのに予想以上に火力が出るわ。マックやガモンが投げられようもんなら次とかすからな。ていうか転倒横島当然のように当てるのやめなさいよ。反応できなくはないが最上位レベルでも難しいぜ。捕まえて。やったぜ。これはラッキー。ここの入れ込みぶっ倒は助かる。レイジをバーストに使えればバンバン剤だからな。危ねえ。耐えるんかい。あの上島ゴールドはさすがにやられたと思ったわ。ここでもう一発ステン作ればでかいぜ。は？着地指定です。バーガーシューッ。全部裏目なんだよな。うんざりだ。外回避一点読みで横島ぶち壊し狙ったのに。けどこの人最初から下投げはその場回避だったし意識するべきだったぜ。それはそうだわ。セーフ。今回の転倒はなんとかなると。うーん、辛い。互角出し詰められてるぜ。デビルフィスト。マジで苦戦技2回当てたら勝てるなこれ。実際は全員に決まるわけではないけど大体。で次でデデ入るぜ。よっしゃ。うん、残念再空とはならず。うん、やっと慣れてもミスるときはミスるのよね。まあ見えぶって普通に考えて操作難度高いからな。リズムが体で覚えてくれればそれなりに安定するんだけど。すぐなまるぜ。これは無駄な被弾だわ。当たったぜ。やっぱ上京が一番当たりやすそうだぜ。問題ない。雷神剣逆連の隙にいい一撃だぜ。横島よく反対に打ったりするからあんまり信用してないのよね。下手にステップするとかかと落としが出るからな。慣れないうちはこれで何回横島チャンスを逃したことか。残念まだだ。よっしゃ、いいビームだ。サニーエフェクトも多いけど倒すときは倒すデビルビームくん。しかし最速風神が出てないぜ。これは終わった後とでもで調整しないとズルズルいくやつだわ。ダブルで当たってみてほしい。相打ちで理想ではないがまあそこそこ稼げたぜ。うれうれ、よっしゃ。怒涛の最風で笑う。デレバ安定の最速風神剣。リーチが短いこと以外はほぼ逆転なしだぜ。デバガチャしてないわね。もうお互いホカホカしてバースト時だぜ。魔人剣、よっしゃ。急に当て出したなそれ。しゃがみだから見ると反転するのが偉い。よっしゃ。うれ、当てたぜ。オンノー。ちょっと前屈するのが早かったかな。言うほどホカホカしてなかったしそうだったと思いたい。シリアだからよくわからんしな。捕まえて。しゃあ、ダメージがでかすぎるわ。ウェディーを合わせたに、もったいねえな。まあ60パー与えたしにストックも使えばなんとかなるでしょ。攻撃3発ぐらいぶち込めばバースト見えてくるしな。最速風神とか横 B とか当てなくてもね。橋で強攻撃当てる。はこれは無駄な一撃。さっきから魔人剣撃とうとしてるのがバレバレなんだよな。密着に詰まった頃にぶっ放すと割と当たるんだけど。別に今に詰まってないしお相手さん撃たれた後だから警戒してるだろ。確かにここから立て直すしかないわね。無理無理無理。もう一ターン切り抜けていけ。夫婦が合ってるんだからこれぐらい。うーん、このオンノー。攻撃一発しか入れてないってま。無駄な風神ステップは良くないってもなんだわ。色気づいてるからなんだよな。はい、来たー。はい、余裕。よっしゃ。雷神剣。何やお前ら。なんでみんな静江の服をおっさんや骸骨に着てたがるかな。普通の人に着せてあげてそれ。問題ない。でこいつはどうなんだ。銅像自体のは変わりなさそう。飛び道具ジャンプで飛び越えるとか苦手そうだしな。反射もタダンが多いから言うほどリターンは高くなさそう。お相手もタダガン待ちするだけじゃなくシンプルにうまそうだぜ。ホーミングミサイルは反射しても意味ないわね。
そしてグレネードをガードするとつかみが飛んでくると、まあこれぐらい受け入れてやるわ。前回は良くないがダメージ自体は言うほどだぜ。これに顔真っ赤にして冷静さを失う方が何倍もっけん。危ねえ。しかしそろそろ一発ぐらい入れておきたいところだぜ。一本通して取り返すのが風やろ。よっしゃー、ふれ一気に決めるか。うん、メテオにならなかったぜ。シッキリ暴走。よっしゃー、アーマーで無理やりメテオにするな。ピカスマのアーマー初めて役に立った気がするわ。しゃげみからすればあのキュートと安定だからビビるだろうぜ。頭飛び出しそうだし振り回る。あかんって自分も反射持ってるんかい。明らかに素直なミサイルが飛んできたら警戒しないといけないぜ。あーうん、ジャンプが早すぎたわ。ちゃんと下まで落ちるから焦らず引きつけていて。どこまで耐えれるかが大しゃげみ重要なのによ。回避の前室に引っかかって倒されるのは辛い。まあしゃげみの横スマリーチで回り込めるかは怪しいが、そこ起き上がりで近づいちゃダメだぜ。追いつかれてくるの姿を。左かかと落としが出ます。飛びすぎなんだよな。ほんと自分でもびっくりするぐらい飛ぶわねこれ。うーん、安い。これでそっち紙発分ぐらいの。もったいねえなマジでよ。遠距離の顔して割と硬いグエム持ってるのやめてくれない。問題ない。ボコボコだぜ。好きなようにされてるのが気に食わないわ。この崖グレネードを切り抜けていけ。ジャンプ上がりはケアしてきそう。火力高くね。近づく体力で外受け身するからだぜ。ロボットを下すま。土壇場で空母 DA 話してくるから気をつけろよ。あ、死ね。は？うん、死ね死ねない。どんな開き直り横スマ打ってんだよ。これで終わりだ。打つ直前まで猶予はあるけど 10% 耐えるってでかくない。なんなら 7% でフル活用してるやつがいるからでかい。その舐めた多段飛び道具ったら灰にしてやるわ。あ微妙に歩くからさ。くそが。あれは台風と弾幕の立ち回りが雑だったわね。なお丁寧にすると試合は長くなる。それはしゃあない。これで終わりだ。カムイは少し珍しいな。と言ってもまあこのご時世どのキャラも一定以上は見かけるようになったが、食順調に決めるとこ決められたのつらい。カムイもお手玉能力高いから下手なジャンプするなよ。少々の被弾はしてでもジャンプは温存していくわ。よっしゃー。うーん、次の風神剣何のコンボか力つけちゃ追いつけないのよね。ここで対空精度が怪しくなってきましたね。まあそんならでマウマリに単発ぶち込む戦法に変えるわよ。よーし、次にはもうバーストあるわよ。確かに相手の口に単発叩き込んで十分な火力だぜ。魔人剣、雷神剣。よっしゃー。だけで2ランダーと一撃を狙いすますのがたまらないわ。ぶっちゃけ魔人剣使い道ないと思ってたが全然決まりなそれ。相手がジャンプとかガードとか防御したがってる時に仕込むのがポイント。だが暴れられたら死ぬから重傷時に狙うのは危険だぜ。まあその分ポカポカ横スマをぶち込めばできそう。リスクがでかすぎるわ。ここはレイジドライブを入れてた。これはしゃあない。盾を刺したの褒めてやるわよ。これで終わりだ。当てやすい方とはいえつかまりに当てるのは難しいからな。誰かのスライディングとか持続長いと結構当てやすいけど、マリオとか地味に厄介なんだよな。あぶねえ。このマットに詰められてる感。こっちが一発入れたら 2.5。 うれ、よっしゃ。 2.5 発で返されてる感がすごい。まあカズヤの一発は普通のキャラの2発分はあるけどな。なんならあんたん10発分ぐらい殴れるわよ。そこ伸ばしきれるかだよな。よっしゃ。奈落戦闘、奈落戦闘。今の動きは変態すぎる。空人ステップで空中技を避けつつ自動振り向きを最大限活かすスタイル。下入力系は振り向きを活かせるからちゃんと狙って仕込むのは強いぜ。それに魔人剣狙って入りターン稼げるから良いこと良いこと。あ、魔人剣だったわ。あー、そうかい。魔人剣警察に連行されてしまうぜ。魔人剣も乱闘アイテムシールドブレイクに大活躍でしょうが、それは間違いない。セーフ。しまった。ここは網に反撃取りに行かないスタイル。こういう全体クリティカル系は反撃できない法則。それは大体ベレトのせいだ。今回は財布までが良くない。魔人剣は決めてるけど財布が出ないとトントンだぜ。当たれば確実に倒せる技ではあるんだけど。まだ耐えるわよ。安定の重さだぜ。こういう展開がじわじわと相手のメンタルを削っていくはず。カービィちゃんも上投げして重量級に耐えられたとき結構きついからな。うれ、おいなー。これは後ろを狙ったお相手さんが上手だぜ。こっちの技を出すタイミングも噛み合ってたからこれはどうにも。普通に殴り合い場を引きれる状況ではあるけどボスだよな。というかカズヤが殴り合い場大体勝てるから。それはそうだぜ。やっぱ最速風神が出ないわ。シッキリ暴走。うれ、あー残念でしたね。外れた時すぐ追い打ちスマッシュを打つのどうにかしろ。あの中距離の見合いの横スマーマーもあって結構決まるわよ。
っていうかお前カズヤも戦闘力結構高くなってないか。台風飛んできた通りトマジンケンの当て感を覚えたら一回勝てたわ。明らか劣勢でも無理やりサイクル当ててワンターンバーストとかちょいちょいやってるしな。それも今回見せたかったんだけどね。今回は魔人剣特集だわ。もう一個の魔人剣もアップしろよ。うるせー。